近定装置とは、陸上輸送、海上輸送、航空輸送それぞれの分野において、鉄道、トラック、船舶、貨物機等の輸送機器を使用してコンテナ、大型容器ほか、バラ石貨物、大型資材等の隠し貨物や荷物を安全に輸送するために、コンテナや貨物を輸送機器につないだり固定したりするために用いられる器具である。ツイストロック。 半自動式中央近邸方式、その他がある。主に海上コンテナで用いられる、コンテナの四隅に設けられた四角い隅金具に対して差し込む形で固定する金具である。横長三角形状の突起部を隅金具に差し込んだ後、中で突起部を45度方向に回転させる形でコンテナが固定される。回転させて固定状態にすると、 横長三角形状の先端が横幅からはみ出して、スミカ金具からツイストロックが外れない状態となる。スミカ金具やツイストロックの形状は各種の規格で定められており、ほぼ世界共通のものとなっている。ツイストロックによる固定は手動で回転させるものと油圧や電動で自動的に回転するものがある。コンテナ線でガイドレールがない場合は、 船底に脱着可能なツイストロックを設置して、その上にコンテナを置いて固定する。また、甲板のコンテナハッチの上に複数段にわたってコンテナを積み上げるときにはコンテナ同士の間の固定にもツイストロックが使われる。したがってコンテナ上面にも四隅にツイストロックを挿入できるみ金具が付いている。また、コンテナを複数段積み重ねた場合には上側のコンテナを ラッシングワイヤーで直接船に対して固定することも行われる。こうした作業の手間を軽減するためにシーランド社のコンテナ船ではスタッキングフレームという大きな枠をクレーンでコンテナの上にはめ込んで固定する方式になっており、このスタッキングフレームにもツイストロック金具が取り付けられている。 日本国内で開発された方式で JR 貨物専用の長さ12フィート級の鉄道コンテナ輸送に使われる禁定装置である。コンテナの両側面の床下にハート型の突起を持たせ、貨車側にはそれと換合する一体のフックがあるもので空車のコンテナ車にコンテナを下ろすだけで自動的に禁定完了となるメリットがある。装置下の海上レバーを引くと コンテナのロックが外れ、コンテナをコンテナ車から降ろすことが可能になる。ありがとうございます。